名門カージナルスの外野手として活躍しているラーズ・ヌートバー選手。地元ファンから人気の高い選手でしたが、2023年の WBC では素晴らしい活躍を見せて、一躍日本でも人気になりました。今回はそんなヌートバー選手の狂気のエピソードを50個紹介していきます。2023年の WBC で最大のサプライズ選出と話題になったのが、セントルイス・カージナルス所属のラーズ・ヌートバー選手。栗山英樹監督も、正直すごく迷ったそうだが、どうしてもグローバル化したかったとの思いから選出に踏み切ったようだ。しかし発表当時は賛否両論だった。ヌートバー選手も WBC を終えた後に出演したポッドキャストで、正直とても緊張しました。文化を完全に理解しておらず、かなりのプレッシャーのようなものがありました。祖父や祖母、母の名前を、母方の家族を恥ずかしめたくはなかったんです。それがとても大きく一番緊張したことでしたと、尋常なプレッシャーではなかったことを打ち明けている。特に野球評論家の高橋久典氏からは、正直必要があるのかな、選手としては決して選ばれるような選手ではないと僕は思っています。日本の外野手の方がもっといい選手がたくさんいると手厳しい評価を受けた。しかしヌートバー選手は自らのプレーで批判を払拭した。 WBC では7試合で26打数7安打の打率2割6分くり、7打点ながら出塁率は4割2分4厘と高い数値を記録。守備でも好プレーを連発し、日本の優勝に大きく貢献した。この活躍ぶりには高橋氏も、いろんな不快な思いをさせたのはもちろん謝らなくてはいけない、解説者としてまだまだ、発信者として不適切な言葉だったと謝罪せざるを得なかったようだ。ヌートバー選手を一躍有名にしたのがペッパーミルパフォーマンスだろう。胡椒を引くように手を回し、小さなことからコツコツと継続して進んでいけばいいことが起きるという意味が込められているこのパフォーマンスを、2022年にヌートバーが中心となって始め、地元ファンに大好評だった。ペッパーミルパフォーマンスは侍ジャパンにも浸透した。ヌートバー選手以外の選手も次々とペッパーミルを引く光景は、日本のファンにもおなじみとなった。ペッパーミルの流行は WBC だけにとどまらなかった。2023年3月18日に行われた春の選抜高校野球1回戦で、東北高校の選手が出塁した際に、一塁上でペッパーミルパフォーマンスを見せたところ、審判から注意され、物議を醸した。侍ジャパンメンバーが首相官邸を表敬訪問した際には、岸田文雄首相が笑顔でヌートバーのペッパーミルパフォーマンスを披露。一国の首相も真似する広がりようには、さすがのカージナルスファンも仰天したようだ。ヌートバーは甲子園で起きた論争を聞くと、はっはっは、それは面白いね、禁止されている理由はわからないけど、とてもクールなことだとコメント。自身のパフォーマンスが高校球界にまで広がったことを喜んでいた。侍ジャパンに選ばれてからは、自宅での振る舞いも変わったようだ。自分のことを侍ジャパンと呼び、母の久美子氏にも、侍ジャパンが来るよ、朝ごはん用意して、侍ジャパンお腹すいた、などと呼ぶほど侍ジャパンを愛しているようだ。ここまで侍ジャパンを愛するようになったのは理由があった。2006年に高校日本代表のホストファミリーを務め、一部選手のホームステイ先になっていたヌートバー家。まだ幼かったヌートバー少年は明るくお茶目な性格で、選手たちの間でも人気者だったようだ。選手たちと別れる際は号泣。この時から日本代表はヌートバー選手にとって憧れになった。その後、リトルリーグのオールスターチームに選抜された際のインタビューでは、ラーズ・ヌートバー背番号21番、日本人です。私は日本を代表しています。と自己紹介するほど、当時から日本愛を見せている。ヌートバー選手のことは当時の選手たちもよく覚えているようだ。あのラーズが日本代表になるかもしれないよと話題になった際は、みんな覚えてる覚えてると盛り上がった。早稲田実業3年だった元日本ハムの斉藤佑樹氏も、高校3年の時日本代表としてアメリカで親善試合をしました。その時日本チームのバットボーイをやってくれたのがヌートバー君。あれから17年、こんなにも素晴らしい野球選手になって、今度は彼が日本代表に内定したという記事を見て本当に嬉しいです。野球の神様に感謝しますと興奮を語っていた。実は2006年は栗山氏もスポーツキャスターとして高校日本代表の取材でアメリカに来ていた。 WBC 代表選考面談でヌートバー選手が2006年にもらった日本代表の帽子かぶっていたのを見て、こんないい子いるんだと栗山氏は思ったそうだ。縁というものは面白い。当時の日本代表についてヌートバー選手は、とてもかっこいいと思ったし、子供の私にとって彼らはヒーローでした。彼らのようにプレーできるようになりたいと思ったんですと、野球選手を目指すモチベーションとなっていた。高校時代は野球とアメフトの二刀流だったヌートバー選手。野球では3度リーグ MVP に選出、アメフトでも花形ポジションのクォーターバックで2度リーグ MVP に選出されるなど、学校のスーパースターだった。野球の他にアメフトでも大学への推薦をもらい、ナショナルフットボールリーグのドラフト指名も確実視されるほどアメフトでも有望だったヌートバー選手。アメフトといえば、アメリカでは圧倒的な人気を誇る国民的スポーツだけに、
野球とアメフトどちらを続けるか悩んだそうだが、最終的には野球を選んだ。やはり少年時代に抱いた日本代表への憧れが大きかったのだろう。それは WBC のために日本へ到着したばかりの頃だった。新幹線に乗る前にトイレに行ったヌートバー選手、用を済ませ物を流そうとしたが、日本のトイレにボタンがたくさんありすぎて困惑。どのボタンを押したらいいか分からず、新幹線があと2分で発車する状況となってしまい、マミー、どのボタンを押したらいいんだと電話で母の久美子氏に助けを求めたようだ。そしてそれが日本について初めての母への電話だった。このエピソードはアメリカでも共感を呼んだ。エッセンシャリースポーツは彼は日本で歓迎され、温かな雰囲気やファンとの交流を楽しんでいた。だが来日初日には絶望的かつおかしな状況に陥ってしまっていた。トイレのラベルやボタンがあまりに多い上に、全てが日本語であったためトイレの流し方がわからなかったのだと、どうやら日本のトイレは外国人にとって試練となっているようだ。 MLB 公式が2023年1月に MLB 最強翼手を決めるファン投票を行った。ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ選手、フィリーズのブライス・ハーパー選手、ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ選手、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア選手など数々のスター選手が名を連ねる中、メジャーでまだ一度も規定打席に立ったことのないヌートバー選手がジャッジ選手に次ぐ2位クラスの支持を受けてしまった。ラーズ・ヌートバーという名前だけでも彼しかいない。62本塁打で MVP を獲得した男とラーズ・ヌートバーという男、引き分けだ。ヌートバーは全ての打球をグラブに収める。肩はロケット砲でフェンスにもひるまない。他の候補者はオフェンスで選ばれているが、この偉大な守備こそがカージナルスの流儀なんだなどと、ヌートバー選手には狂気的なファンが数多くいるようだ。裏表がなく、いじるのもいじられるのもうまいと久美子氏が語る通り、誰からも愛される性格のヌートバー選手、ホームランダービーに出場したチームメイトのスーパースターアルバート・プホルス選手から見に来てと誘いの連絡を受けるなど、トップ選手ともすぐに打ち解ける特殊能力を持っている。カージナルスファンの間では熱狂的な人気を誇り、打席に立つ際や活躍した際はヌーウトと現地ではヌーイングと称される声援を送られるのが恒例となっている。最も熱狂的なヌートバー選手のファンが母の久美子氏だ。もちろん試合は全てテレビや現地で観戦。ヌートバー選手が打てない時は食欲もなくなってしまうとのこと。 WBC で大人気となったヌートバー選手、 WBC 期間中にお菓子でも買おうと短パンとサンダルというラフな格好でコンビニへ向かったら、マスクをしていてユニフォーム姿でもなかったのに、出待ちの人たちからすぐに認識されたようだ。アメリカでは経験のない異常事態だったが、いい経験となったようだ。 WBC が終わってもヌートバー選手の人気は続く。2023年4月にはメガネブランドゾフの CM に出演決定。ペッパーミルのミルとメガネブランドゾフのミルをかけたダブルミーニングのポーズで締めくった。日本食は何でも好きで、特に母親が作る餃子が好きだったヌートバー選手、子供の頃の朝食は納豆ご飯に梅干しを乗せて食べるほどだった。そしてそれは今も変わっていない。 WBC で来日したヌートバー選手は毎朝納豆ご飯を食べていた。 WBC でイタリア戦に勝った後、ロッカーで音楽がかかっていないことに驚いたヌートバー選手、盛り上がんなきゃダメだぜと自分のスマホで音楽をかけ始めた。ヌートバー選手が小学生の時に久美子氏が目撃したエピソード。同級生の友達から、久美が日本人だからラーズも日本語喋れるでしょと聞かれ、うん、わかるよとドヤ顔で答えたというヌートバー選手。何を言ってんの、話せないじゃんと思っていたら、うちおまるっこと日本語で話し始め、久美子氏を呆れさせた。しかし友達は日本語を知らないため、本当だ、ラーズは基本的な日本語は話せるんだねと驚く。小学生によって繰り広げられた狂気の会話に久美子氏は困惑するしかなかった。幼少期の頃、年に一度は母親の久美子さんの実家に遊びに行ったというヌートバー選手、ある年富士急ハイランドに連れて行ってもらったが、ここで乗ったドドンパに絶句、しばらくの間トラウマになったようだ。実はヌートバー選手にはある野望があった。自身の名前入りのスニッカーズやカロリーメイトのようなシリアルバーを世界に広めたいようだ。ヌートやヌーウートなど複数の商標登録をルーキー時代にすでに行ったという。自身の知名度が急上昇した今が売り時かもしれない。学生時代のヌートバー選手にはおにぎりや手作り弁当といった日本らしい食事を持たせていた久美子氏。アメリカの弁当はピーナッツバター入りのサンドイッチなどシンプルな家庭が多いため、何これと学校で注目を浴びていたようだ。母の久美子氏は高校時代ソフトボールの選手、父チャーリー氏も学生時代野球選手という野球一家に生まれたヌートバー選手の最初のコーチは久美子氏だった。そして久美子氏は幼いヌートバー選手に王貞治氏の一本速打法を教えた。これがメジャーリーガーでは珍しく足を高く上げてタイミングを取る現在のスタイルにつながっている。日本の野球についての話を聞かせるときに、甲子園では全力疾走する選手ばかりなどと挨拶や礼儀などのマナー面を厳しく指導した久美子氏。
時間厳守は小さい頃から言い聞かせてました。というヌートバー家では時間に遅れるのは厳禁。時間に遅れ久美子氏が怒った時は怖かったと子供たちが震え上がるほど厳しかった。ヌートバー選手の全力プレーの原点なのだろう。えのきだという名字だったので学生時代はえのきと呼ばれていた久美子氏。 WBC でヌートバー選手を見た久美子氏の高校の同級生はラーズ君の打撃フォームえのきにそっくりなんだよねと驚いたようだ。日本名の由来となった達治は東松山市議会議員を務めた祖父の名前から。また父方の曽祖父は全米穀物飼料協会会長を務めた実業家で元アメリカ大統領のロナルド・レーガンとも親交があり、後にロナルド・レーガン記念大統領図書館を建設するほどの仲だった。WBC でチームメートだった大谷翔平選手の時計をどこのなのと興味津々で聞いたところ、なんと大谷選手から時計をもらってしまった。この時計は将来的には2億円を超えるかもしれないとアメリカの記者は驚いている。ベーブ・ルースが他の選手に送ったグラブは日本円で約2億1000万円で落札されました。さらに500本目の本塁打を放った記念のバットは約1億1000万円という価格がついています。大谷選手が WBC 優勝を記念して送った時計となればその価値は2億円を超える可能性だってありますよと語り、この時計は代々ヌートバー家の家宝として保管されるでしょうと驚きの見解まで出している。高い身体能力による守備とバットコントロールは定評があったが、大学時代は本塁打が少なく長打不足と懸念され、ドラフトでは全体243位と順位は低かった。しかしヌートバーという名前が珍しいらしく、マイナーリーグ時代は選手としての実力より名前が先に知れ渡ってしまった。ヌートバー選手がマイナーリーガーだった2020年、この年のマイナーリーグは感染症の影響でシーズンが全休となり、大好きな野球ができなくなってしまった。この困難にもヌートバー選手はくじけなかった。週6日朝4時から近所の航空宇宙会社の機械工として肉体労働をこなし、帰宅後は昼ご飯を食べながらオンライン授業を受け、大学卒業を目指しつつさらに野球のトレーニングまでする三刀流だった。このハードワークには久美子氏の影響があった。コロナで野球ができないとはいえダラダラさせたくなかったんです。それに今のうちに少しでも社会を経験した方がいいという考えもありましたね。野球でうまくいかなかった時のことを少しでも考えておいた方がいい。結構私昭和の人間なんで現実的というか厳しいんですと息子を思ってのことだったようだ。ハードワークを乗り越え翌年念願のメジャーリーグ昇格を果たしたヌートバー選手。この1年を振り返り、野球から離れた時絶対にまたフィールドでプレーしたい、もう二度と野球で不平不満を言わないと誓ったんだと大きな糧となっていたようだ。ドライブラインでのトレーニングが飛躍のきっかけとなった。ドライブラインは徹底した動作解析に定評があり、弱点を洗い出してトレーニング、そして技術改良の処方箋を伝授する施設。2020年にサイ・ヤング賞を受賞したトレバー・バウアー選手や大谷選手もドライブラインでのトレーニングが活躍の原動力になったという。ヌートバー選手は2020年3月にドライブラインでトレーニングを開始、スイングスピードが8マイル上がった。マイナーでは341打席で7本しか本塁打を打っていなかったヌートバー選手、しかしドライブラインでのトレーニングを経た結果、2022年はメジャーリーグで290打席で14本の本塁打を放つまでになった。2022年の後半戦ではメジャー全体でも4位の四球率 16.7% を記録するなど自身の長所も伸ばしている。2023年のヌートバー選手には大きな期待を期待せざるを得ない。いかがでしたでしょうか。2023年は開幕後左手親指の負傷で一時戦列を離れたヌートバー選手、しかし復帰後は2023年4月16日の試合で同点ホームランを放つなど早速活躍を見せています。これから大きく成績を伸ばすであろうヌートバー選手の活躍から目が離せません。これからも期待しましょう。今回の動画はいかがでしたか。今回の動画の感想や皆さんが思う球界最強のピッチャーをコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。